フィルゴフはニュージーランドの政治家。オークランド市長。元ニュージーランド労働党党首。オークランド出身。パパとエトエ高校卒業。家庭が貧しかったため、16歳で実家を離れ、冷凍倉庫会社での季節労働や掃除費をしながら、大学へ進学する。1973年にオークランド大学バターワース賞を獲得し、 常席研究員として政治学を教える。1975年から1979年までオークランド大学講師。1979年にオークランド大学政治学修士号を取得。1980年から1981年までの2年間、保健労働者協会の組合員として労働組合の仕事に従事する。1969年、 16歳の時にニュージーランド労働党に入党した。党内の仕事に従事し、1981年の議会総選挙にロスキル地区より出馬主発当選を果たす。1984年の総選挙で労働党は政権を奪還し、ゴ夫は住宅大臣、雇用大臣として初入閣する。1987年の総選挙後は、 青少年問題担当大臣県観光大臣に就任し、その後、教育大臣に就任する。1990年の総選挙では、ロジャーノミクスの失態により労働党は大敗し、ゴフ自身も議席を失う。1991年から1993年まで、オークランド公閣に職位を得て、上席講師に就任。1992年、 英国連邦小学生として、オックスフォード大学なフィールドカレッジ留学中に、総選挙に再出馬する意向を持つ。1993年の総選挙で政界へ、復帰する。ヘレン・クラークが、労働党新党首に就任、五夫を、法務報道官に起用する。この行動より、党内反主流派と行動を共にし、1996年には、クラークの党首辞任を要求する。 クラークは当主に泊まり、側近たちは五フの鋼鉄を要求するも、クラークは五フの鋼鉄を見送る。1996年の総選挙では、リ林地区より出馬し当選するも、比例名簿入りは見送られた。1999年の総選挙で労働党は政権を奪還し、五フはマウントロスキル地区から出馬し、再選を果たす。 クラークはゴフを外交貿易大臣兼法務大臣に起用する。2002年より艦隊併用問題担当大臣を兼務する。2005年にウィンストン・ピータースが外務大臣に就任したため、国防大臣兼貿易大臣兼軍縮管理、担当大臣兼貿易交渉担当副大臣に就任する。2008年の総選挙で労働党は野党に転落し、 クラークは党首を辞任する。労働党議員総会を経て、2008年11月11日に第12代党首に就任する。しかし国民的な人気を博するジョンキー、国民党党首を前に劣勢な状況は続き、2011年の総選挙で労働党は旧議席を失う。同年11月29日の労働党議員総会を経て、 同年12月13日付で労働党党首を辞任すると発表した。党首辞任後は労働党防衛担当報道官係、貿易担当報道官権民族、問題担当報道会見対駅軍人担当、報道官権外交問題担当副報道官に就任した。2010年11月の行政区画再編後、初代オークランド市長を務めたレン・ブラウンが2期目の 任期満了後に退任を発表。ゴフは2015年11月に、翌2016年10月に投開票される、オークランド市長選挙へ出馬する意向を正式発表した。2016年10月8日の同選挙では、圧倒的な知名度で圧勝し、第二代オークランド市長に当選した。ありがとうございます。